はい。お疲れ様です、えー。今回の動画はですね、えー、チャット GPT の機能を活用して、えー、60進法の同分秒を10進法へ変換したり、その逆ですね、10進法から60進法、同分秒に変換するといった作業をですね、やってみました。えー、操作はですね、スマートフォンのチャット GPT のアプリを使ってですね、こちらの画面のこの左下にあるこのカメラのマークですね、こちらをタップしてですね、 写真を撮って、音声でですね、プロンプトします。指示をします、えー。60信号へ変換してくださいというような形で指示を出して答えてもらうといった形でですね、やってみました。実際のですね、画面をですね、ご紹介しますので、ぜひ参考にしていただけたらなと思います。ということで、こちらの画面がスマートフォンのですね、画面をスクリーンショットしたものなんですけども、こちら左下にあるこのカメラのマークですね。 こちらをタップするとカメラが起動します。そしてですね、まあ、手書きで書いた同分秒の数字をですね、写真に撮ります。こちらのように写真が撮れますので、こちらのマークをタップして、声でですね、画像の数値を受信法に変換してくださいということで指示を出しました。そして答えがですね、このように返ってきましたので、この答えをですね、ご紹介いたします。はい。 ということで、スマホで返ってきた答えをですね、パソコン版のチャット g p t を開くとこのようになるんですけども、えー、先ほどと同じですね、文字が出てきます。こちら、音声でですね、プロンプトしたものなんですけども、えー、画像の数値を10進法に変換してくださいということで指示を出しております。出てきた答えがですね、このようになっておるんですけども、読みますね。画像のの60進法度分秒の数値を 実法にに変換するには、分を度に変換するために60で割り秒をですね度に変換するために 3660×60 で割りますそれぞれの角度について変換しますということでこの4つの角度ですねをこのように計算してもらっております一つですね紹介しますと例えば一番上の97度38分40秒ですねこちらですね分を度に ということで、この38分を60で割ります。そうすると0.6333と。それから秒ですね、この40秒を度に変換するのに40、40÷3600 ですね。ということで、0.0111ということで、この97度の97と0.63333と0.0111をですね、 足し算しますそうすると受信法になるということですねそうすると答えがですね97.64444度ということで分かりやすくですね計算してくれておりますこの4つの角度も同じように分かりやすくなっておりますということでこちらがですね近似値ですが計算結果として十分に正確ですということで自信を持ってですね答えてもらっております はい、あともう一つですね、逆に10進法を60進法に変換してくださいということで、こちらのですね4つの数字、90.030とか、こちらの10進法の数値をですね60進法に変換してもらいました。こちらもスマホでですね、撮って、この画像の数値を60進法に変換してくださいということで、音声でですね、プロンプトしたものです。えー、指示を出したものです。で、この答えがですね、 こちらも非常にわかりやすくですね、計算過程が表示されております。これもまたちょっと読み上げてみます。画像の10進法の数値を60進法と分秒に変換するためには、まず小数部分を60倍して分を得ます。次にその結果を小数部分を再び60倍して秒を得ますということですね。で、一つですね、まあ、例えばこの一番下の300.905ですね、こちら。 300.905度を60進法に変換している部分なんですけどもこの300.905のこの小数点以下の0.905ですねこちらを60で掛け算しますそうすると54.3分という数字が出てます次にこの54.3の0.3の部分ですねこちらの0.3をさらに60で掛け算するとそうすると秒が出てくるということですね 0.3×60 で18秒と いうことになりますこれをそれぞれですね、つなげるんですね。まず300度、それから54分、それから18秒ということですね。これが60進法に変換した数値ですということで、計算結果がですね、表示されております。これで各数値を60進法に変換しましたということで、わかりやすくですね、答えが出ております。はい。 ということでですね、今回の動画をちょっと簡単にまとめてみますね。チャット GPT のこのスマートフォンのアプリを使ってですね、こちらのカメラ機能を使って手書きのですね、数値を撮影します。この撮影した画像を元にしてですね、次音声で、こちらですね、こちらで指示をします。プロンプトですね、プロンプトをします。画像の数値を受信法に変換してくださいとかですね。そうするとですね、このようにわかりやすく 計算過程がですね、表示されるということでですね、お手軽で便利ではないかなと思います。はいということでですね、今回の動画は以上となります。はい私のチャンネルはですね、このように土木の現場のことや、CAD やパソコン、それから測量のことなどですね、発信させていただいております。もしよろしければですね、チャンネル登録していただけたらなと思います。 この他にもですね同じ内容でブログの方もやっておりますのでよかったらですね覗いていただけたらなと思います。はい。ということで動画をですね最後まで見ていただき本当にありがとうございました。